日本海でついに、日米間でのイージス艦ミサイル対応共同訓練を行ったとの情報をキャッチしました。今回は、この3隻の日米艦イージス軍事演習を詳しく見ていきますね。韓国は、この軍事演習海域の表記をトン、ヘに訂正するように、米軍に要求しているようです。いつもこんなことばかりするんだよな。もう呆れたよね。昨年2022年も、それまでの年よりも、はるかに多い数の各種の、弾道弾や巡航ミサイルを放ち続けた北朝鮮だったが、誠に迷惑ながら、この傾向は、今年2023年も健在で、一向に収まる気配を見せていないのが現状だ。この2月18日には、ICBM、大陸間弾道弾である、火星15号を、日本海方面に向けて発射したと、北朝鮮自身が発表しており、日本をはじめとする、周辺国の韓国やアメリカでも、それを確認し、一層の警戒を強める動きを見せている。今回の火星15号とされるミサイルは、2月18日の17時21分頃、北朝鮮の首都、平壌から発射され、6時27分頃に、北海道の離島である、渡り島大島から、およそ、西へ200キロほど離れた、日本の排他的経済水域、EEZ へと着水した。こうした北朝鮮の各種のミサイルの中でも、ことに、火星15号が注視をされている要因は、このミサイルが、通常のミサイルよりも、高軌道なロフテッド軌道で飛翔するため、通常軌道ならば、射程距離は、およそ13,000km にも及ぶとめされている点だ。北朝鮮から、およそ13,000km の距離とは、アメリカ本土の西海岸は、愚か東海岸までも、すっぽりと、その射程距離に収めることを意味しており、日本や韓国以上に、アメリカに与えた衝撃は、大きかったと言えるだろう。この ICBM、大陸間弾道弾の火星15号を、北朝鮮が初めて打ち上げたのは、5年以上前の2017年11月末のことであり、その時は、平城周辺から発射され、高度は、最大で 4,500km に到達し、やはり日本海へと着水したことが確認された。この時も、火星15号は、ロフテッド軌道で発射されたと推定されたため、通常の軌道で発射をしていれば、射程距離は、およそ13,000km に及ぶと推察され、当然、弾頭部には、核兵器が搭載されうることが、大きく報じられた。当時のアメリカはトランプ政権であり、この火星15号の発射後に、ホワイトハウスにおいて、記者団から、今後の対応を聞かれた彼は、北朝鮮に対する政策には、何ら変更はなく、国際社会と共に、制裁を継続すると述べた。トランプ政権は、北朝鮮とお互いが罵り合うような事態も起こしてはいたが、一時期は、首脳会談を実施すると、その懐柔策に、重きを置いていたこともあり、金正恩総書記らを増長させることにつながったことも、あながち否定はできない。当時の韓国の文大統領や、日本の安倍首相は、かかる北朝鮮の火星15号の発射のような行為は、安全保障上の深刻な脅威で放置できないと強く非難し、文大統領は中国の習近平主席に北朝鮮への圧力を強めるように要請を行った。興味深いのは、この時、ロシアのプーチン政権は北朝鮮の行いを周辺国に対する非常に挑発的な行為であると非難している点で、今や、ロシア・ウクライナ戦争の渦中にある同国が、当時は、西側諸国と歩調を合わせる態度を示していたことだろう。この時点での、ロシアの政治的な判断は、北朝鮮に、融和的な態度を示して、西側各国との、経済的、
政治的な関係が損なわれることは得策ではないと考えていたと思われ、今や北朝鮮から砲弾を調達している国とは思えない態度ではあった。中国はといえば、北朝鮮のこうした火星15号のようなミサイル発射に対して、厳しく、懸念と反対の立場だと述べており、北朝鮮は国連の安保理事会の決議を受け入れ、それを守るべきだと、絵に描いたような正論を主張していた。しかし、2022年には、中国とロシアは、国連の安全保障理事会において、おのおのが持つ拒否権を発動して、北朝鮮への制裁を強化する決議を阻止する行動に出ており、これらの国が、いかに政治的なカードとして、しか北朝鮮を見ていないかということを端的に示した。今や、かたや、ロシア・ウクライナ戦争で、西側諸国と決定的な関係の悪化を引き起こしているロシアと、気球問題をはじめ、アメリカとの軋轢を深めている中国は、すっかり、その馬脚を表したと見て良い状態を世界にさらしていると言えよう。そして、今回、この北朝鮮の火星15号の打ち上げが行われたことに対して、日本、韓国、アメリカの3カ国は、急遽対応策を協議。4日後の2月22日に、日本海で、おのおのが、1隻ずつ、のイージス艦を出し、合同での軍事演習を行ったと、報告された。こうした日本、韓国、アメリカの3カ国による、イージス艦を用いた軍事演習による、対抗策は、昨年2022年10月の北朝鮮による、同様のミサイル発射の際にも実施された経緯があり、今回が特別というわけでもないことは確かである。今回行われた3カ国による合同軍事演習に参加を行った艦艇は、日本の海上自衛隊からは、アタゴ型イージス艦の1番艦、アタゴ、韓国海軍からは、ヨムネダヨー級ミサイル駆逐艦の1番艦、ヨムネダヨー、アメリカ海軍からは、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦の2番、バリーである。これら3カ国の3隻のイージス艦は、北朝鮮の弾道弾の発射に対し、装備するミサイルによる迎撃を基とした戦術的なレベルの合同軍事演習を行ったとみられ、ミサイル防衛の能力を保持していることの誇示を狙ったものだろう。北朝鮮は、今回の火星15号の発射に先立つ2月8日、首都、平壌で挙行した自国軍の創設75年を記念する軍事パレードにおいて、火星17号と召される ICBM、大陸間弾道弾やさらに、新型の同種の兵器を多数参加させていた。それは、今年2023年の初めに保有する核弾頭の数を、今後ますます増加させていくと、金正恩総書記が唱えたことが事実であると、その動きを誇示するかのような内容であり、ますます核兵器の開発に傾注する姿勢を反映させていた。今後、北朝鮮はここで披露した各種のミサイルの弾頭に搭載すべく、核弾頭の小型化を基とした核実験を敢行する可能性が高く、ロシア・ウクライナ戦争への支援と引き換えに、さらなるロシアからの核技術の入手を進めることが予想される。こうした独裁の専制国家に対して、日本、韓国、アメリカのイージス艦3隻が、ミサイル迎撃の目的での合同軍事演習を行ったところで、その意思をくじくということは、甚だ考えにくいが、何も行動を起こさないよりましと思うべきなのかもしれない。さて、今回の3カ国によるイージス艦だが、日本のアタゴ、韓国のヨムネダヨー、アメリカのバリーともに、すべてアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとした艦艇であり、写真で見てもよく似ている。アタゴは、基準排水量が7750トン、満載排水量が1万トン、
全長が 165.0 メートル、最大幅が 21.0 メートルで、ヨグネダ洋は、基準排水量が7650トン、満載排水量が1290トン、全長が 165.9 メートル、最大幅が 21.4 メートルとなっている。ちなみに、本家のアメリカのバリーは、満載排水量が8362トン、全長が 153.9 メートル、最大幅が 20.1 メートルの大きさであり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の中でも、フライト1と呼称される初期型のため、アタゴやヨグネダ洋よりも小型である。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、1970年代から開発が開始され、一番艦の収益は1991年からだが、フライト1、フライト2、フライト 2A、フライト3とアップデートが重ねられており、未だ、アメリカ海軍の主力の水上戦闘艦である。すでに、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の建造総数は、70隻を超過しており、太平洋戦争の後に、アメリカ海軍が就役させた、水上戦闘艦としては、当然のことながら最多で、この記録が更新されることは、しばらくはないだろうと思われる。最近の中国などは、055型南アキラ級ミサイル駆逐艦などの新型艦を多数建造していることもあり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をして、旧式艦と揶揄することも多々あるが、実戦経験等を踏まえても一線級であることは、霞んではいない。